様、辛かったらいつでもおっしゃってください。パレオがすぐにおんぶして差し上げます。さすがに疲れすぎじゃねえか。うるさいわね。まさかお参り前に練習することになるなんて思わなかったのよ。でも本当にびっくりしたよね。練習の日じゃないのにみんなスタジオに集まってきて。はい、考えることは一緒なんだって嬉しくなっちゃいました。なんか新年を迎えて今年もやってやるぞって思ったら急にドラムを叩きたくなっちまったんだよな。私もです。うずうずを抑えることができなくて。ああ、ほんと、あんたたちってバカね。そんなこと言ってるけど、チュチュだって私たちが来る前から新曲の制作してたじゃない。それはチュチュ様言ってましたもんね。年の初めから駆け抜けるためにも新曲を完成させるって。あの勇ましい顔、思い出すだけでキュンキュンしちゃいます。なんだ、チュチュも考えてること一緒だったんだ。てか、なんか練習の話してたらまたドラム叩きたくなってきた。お参りを済ませたらまたやろうぜ。賛成です。私もちょうど同じこと思ってました。ロックも？実は私もなんだ。ではでは、早く列に並びましょう。最後尾はあそこみたいですよ。チュチュさん、早く早く。はぁ、ほんと音楽バカばっかりね。また人が増えてきたな。本当だね。はぐれないように気をつけないと。こんな人混みの中で迷子になったら大変なことになってまう。チュチュ様、手をつなぎましょう。そうすればはぐれる心配はありませんよ。ささ、どうぞパレオの手を握ってください。 No, thank you。 だいたいはぐれてもマスキングがいれば大丈夫でしょ。あ、なんでだ？だってあなた目立つじゃない。声も大きいし目印にはもってこいだわ。確かに。まあラーメン銀河で鍛えられてっからな。もし私が迷子になったら必ずマスキさんを探します。その時はよろしくお願いします。あ、任せろ。どこにいても聞こえるように呼んでやるよ。これでもう安心ですね。では社務所に行きませんか。お守りを買いましょう。いいですね。私も欲しいなって思ってたところなんです。そしたら行こっか。何のお守りにしようか迷うな。